ヒューレット・パッカードのプリンターでは、ヒューレット・パッカードのプリンター製品について詳述する。デスクジェット895クキシ HP 製のインクジェットプリンターは、一部の機種を除き、プリントヘッドとインクタンクが一体型のカートリッジとなっているのが特徴であった。世界的にはシェアトップであるが、日本ではエプソン、キャノンの次のその他のグループに甘んじている。 ヘッドのインク詰まりがほとんど発生せず、ハードウェア自体の耐久性も高いため、一部の熱狂的な愛好者が存在する。黒インクは古くから顔料系のものを採用し、普通画民札でも滲みのない品質を謳い文句にしていた。最近発売されるモデルでは、インクとヘッド一体モデルは、い機種に限られる。中、上位機種では、 プリントヘッドとインクカートリッジが独立しており、インクカートリッジは各色独立している。上位機種ではインクカートリッジが大容量化され、プリントヘッドが2色一体の交換式である。なお2008年夏モデルでは、レン機でもインクカートリッジ独立式を採用している。小規模オフィス向けに強みがあり、USB、プリントサーバなどのインターフェース。 スキャナファックス等の機能を搭載した複合機を他社に先駆けて積極的に導入している。本体の休止、廃止は伝統的に本体全面から行う方式が採用されている。本体後方に休止スペースがいらず、誇りに強いなどの利点があるが、本体後方で180度反転する気候、機構上厚手の封筒やはがきの印刷は不得意であるとされている。 その機構を逆手に取り、両面印刷機構を他社に先駆けて導入している。基本的な印刷画質は、基本的に、インクカートリッジに依存する。同時期に発売された機種で、同じタイプのカートリッジが採用されていれば、高機能、高級品から廉価品まで、基本的に印刷品質に差が出ない。写真画質に対する取り組みに関しては、 元々は熱心ではなかったが、2002年発売のデスクジェット5550以降は、フォトインクを追加し、6色カラー印刷に対応させ、次のモデルデスクジェジェット5650でようやく4ペンチなし印刷に対応した。2005年の HP177 インクシリーズでは、6色カラー印刷が標準となり、顔料ブラックをなくして完全に 写真印刷用途に振った特性を持たせた。2008年の HP178 インクシリーズからは顔料ブラックが復活し通常文書と写真の両方をバランスよく印刷できるモデルになっている。現在はラインナップを印刷専用機から複合機へシフトさせている。2009年現在家庭用機においては日本市場向けラインナップのほとんどが 複合機となっている。日本メーカー製品がインクドロップサイズを小さくし、写真印刷での粒状感を目立たなくさせる方向なのに対し、伝統的に HP 製インクジェットプリンターはドロップサイズが大きく粒状感が目立つ。これは詰まりにくいこととのトレードオフであり、熱狂的ファンがいる一方、特に日本では消費者にアピールできなかった。 しかし2008年夏モデルから日本メーカー製並みの1.3ピコリットルのドロップサイズを歌っており設計方針が徐々に変化してきている HP 製のレーザープリンターは全機種においてプリントエンジンが多車製である一部のモデルは筐体を含めて OEM 供給を受けているオフィス向けの中から高価格帯の製品ラインアップとなっている プリントエンジン供給元は以前はキャノンのみであったが現在は複数の企業から供給されている。インクカートリッジ HP 製インクジェットプリンターは前述の通り一部を除いてプリンターヘッド一体型のものを採用していた。これによってインクジェットプリンタにありがちなヘッドに起因するトラブルが少なくなりそのトラブル発生時もメーカー修理でなく インクカートリッジを交換するだけで済む。しかし、他社のプリンタに比べて、ランニングコストが高くつくのが難点であった。近年は、インクヘッド分離型に移行しており、ヘッド一体型は、サイレンシ機種よび、エルバム専用小型フォトプリンターだけになっている。HP 製プリンターイコールヘッド一体型という、認識は、もはや通用しなくなっている。 使用するカートリッジの種類によって印刷品質が決まり使用するプリンター本体のクラスや発売時期がわかるインクカートリッジは2桁もしくは3桁の番号で種類分けされておりパッケージに番号が目立つように記載されている双方コンシューマー向けのものは世代によって下記の通りに分類できる HP 製のインクカートリッジを使用したインクジェットプリンターは NEC が長期にわたって採用し、ピクティブランドで販売していた。ソニーも一時期採用していたが、カートリッジ形状は同じでも、自社ブランド製品しか使えない本体も存在した。2006年12月に自社ブランドカートリッジの供給を止める告知がされ、HP 製カートリッジを使うようアナウンスされている。近年では、シャープがファックス複合機、 ミガクルシリーズにカシオがデジタル写真プリンターに HP 製インクカートリッジが使えるシステムを採用している。日本国外ではサムスン製などのファックス、モノクロプリンター複合機も存在する。ありがとうございます。